シリアの諸教会の分岐略図シリアのハマーにあるギリシャ正教の教会シリアのキリスト教徒は人口のおよそ10%となっている。最大のキリスト教派はアンティオキア創始教長でありメルキトギリシャ天礼カトリック教会がこれに迫りシリア正教会が第三の教派である。プロテスタントの少数派も存在する。 アレッポにはシリア国内で最も多くのキリスト教徒が暮らしていると信じられている。憲法が制定された際の国民による要求の結果、シリアの大統領はムスリムでなければならないと定められた。しかしながら、シリアは国境を定めず、公式には一つの宗教を多宗教より重視することを好まない。アレッポにあるセイエリアスマロン教会ダマスカスで、 ペトロが宣教していた頃のシリアはキリスト教を授容した最初の地域の一つであった。世界のどこよりも多くのキリスト教徒がダマスカスにいた。ウマイア朝によるシリアやアナトリア半島への軍事的拡張の後はイスラム教の教えが実践されるようになって多くがムスリムになった。日ではダマスカスには無視できない規模のキリスト教徒がおり、教会は町の至るところにあり、 特に、バーブトゥーマに密集している。ミサは毎週日曜日に行われ、シリアでは日曜日は仕事をする曜日であるにもかかわらず、公務員は日曜日に教会に出席することが許されている。公式なシリアの週末が金曜日と土曜日となっているが、キリスト教徒が寄付して作られた学校は土曜日と日曜日を週末としている。シリアのアサド政権は、 世俗主義を掲げており、宗教的少数派は寛容に扱われているため、2011年5月、国際キリスト教人権監視団体は、シリアのキリスト教徒は、反政府運動を政府そのものより恐れていると指摘しており、その懸念通り、アルカイダ系反政府勢力のアルヌスラ戦線や、過激派組織アイスセルが、政府軍を放逐したイドリブ県やラッカ県などでは、 回収や人頭税が課されたり、場合によっては処刑される事案も発生している。アレッポにあるキリスト教徒の暮らす古い一角、キリスト教徒はシリアのあらゆる生活の側面に関わっている。市場で説教と宣教を行った聖パウロの伝統を受け継ぎ、シリアのキリスト教徒は、経済、学問、科学、技術、芸術、そして知的生活、娯楽、 そして政治といった分野に積極的に関わっている。多くのシリアのキリスト教徒は公共部門と民間部門の経営者や責任者を務め、地方公共団体の主張、議員、そして政府の大臣を務めている者もいる。一定数のシリアのキリスト教徒は同様にシリアの軍隊で将校を務めている。彼らはキリスト教徒のみの物体や旅団を構成するより、 イスラム教徒との混成の舞台を望み何度か行われた20世紀の中東戦争ではイスラエル国防軍を相手にムスリムの同僚と共に戦ったシリアのキリスト教徒は日常の仕事に加えてシリア内の開発が遅れている地域でボランティア活動も行っている結果としてシリアのキリスト教徒は基本的に他のシリア人からより大きな共同体にとって 価値のある存在として見られている。シリアのキリスト教徒は、聖書の教えに基づいて、結婚、離婚や相続といった民事訴訟を扱う独自の裁判所を所有している。他の共同体との協定によって、シリアのキリスト教会は、イスラム教には改修せず、イスラム教からの改信も受け入れない。特筆に値するシリアのキリスト教徒は、年代しかアレッポのパウロ、チスの選手、 フィリップ・スタンマ、そしてシリア系アルメニア人の音楽家、ジョージ・トゥ・トゥンジーアンである。アレッポにあるフランシスコ会聖母、マリア宣教会の修道院シリアでのキリスト教コミュニティは人口の10%を構成しているが、その起源は大きく分けて2つある。1つは宣教師によって紹介されたカトリック教会とプロテスタントであるが、これら西方の教派の一員となっている。 シリア人キリスト教徒は少数派にとどまる。もう一つは、圧倒的大多数を占める東方の教派に、所属している人々で、キリスト教の最初期からシリアに存在し続けている。主な東方教会の集団は次の通りである。アッシリア東方教会の信者は何人かが、正教会信者やカトリックの信者であるが、ほとんど民族アッシリア人である。 それぞれの教派が分裂したコミュニティを形作っているとしても、キリスト教とは互いに連携を強化しつつある。多くのセクトをもたらした分裂は政治的かつ競技上の不一致から発生した。問題になっている最も一般的な競技は、キリストの本性であった。431年には、彼らのキリストの人間としての性質と神という、性質の二重の本性に関する信念。 つまり彼は二つの別個であるが分離不可能なクノうという本性のためにネストリウス派が主流派教会から分離した。したがってネストリウス派の信念では聖母マリアは神の母ではなくイエスという人間の母親に過ぎなかった。カルケドン公会議は451年にキリスト教の主流派を代表して一つの人格に二つの本性を有していると確認した。 したがってマリアは一人の人の母親であるが、神秘的であり、同時に人間と神の双方の母親である。相性論はロゴスが彼の一つの本性として、人生という事実を採用したと教えた。彼らは、現在のシリア正教会やアルメニア正教の先駆者だった。13世紀までには、分裂は東方あるいは、キリシア式天礼のキリスト教と、西方あるいは、 ラテン式天礼のキリスト教に発展していた。しかしながら、その後の数世紀、特に十字軍の時代には、東方教会の一部は、教皇の権威を抗言し、そして、カトリック教会に加入もしくは再容認した。今日彼らは、東方天礼カトリック教会と呼ばれ、特有の言語、教会法と儀式を維持している。シリアでの最大の教派は、5世紀から6世紀の、 キリスト教分裂の後にコンスタンティノープルに忠誠を誓い続けたかつてメルキト教会と呼ばれていたギリシア聖教である。ギリシアという呼称は彼らが使う典礼を示しており、自治教会員の祖先や民族を言い表す際に使われるが、すべての教会員がギリシア人の祖先を持っているわけではない。事実、ルームというアラビア語はビザンティン人、もしくは東。 ローマ人という意味で使われ、この用語は原則的にギリシア天礼やシリアでのギリシア正教を指し示すために使われる。アラビア語は今では主要な天礼の言語となっている。シリア正教会あるいはヤコブ派教会はシリア語で儀式を行う。カルケドン論争を経てビサンティン帝国が支持する教会から分かたれた。アルメニア教会は2番目に大きい東方正教会の 集団である。この教会はアルメニア語で天礼を行い、その教義は愛称論である。東方天礼カトリック教会の中で最も古いのはマロン派であり、この教派は少なくとも20世紀からローマと結びついている。それ以前の彼らの立場は不明であるが、マロン派教会が常にローマと結びついていたと主張する中で、本来は1215年まで単位論の異端に、 つながっていたと主張する者もいる。天例はシリア語で行われる。アンティオキア総大司教は1054年のローマとコンスタンティノープル双方による波紋を決して承認しなかった。それゆえ基本的には双方と連合し続けていることになっていた。物議を醸した1724年の総、大司教選挙の後に二つの集団に分かれ、一つはローマに、もう一つは コンスタンティノープルの参加に入った。今日メルキト教会という用語はギリシア系カトリックの間でのみ使用される。ギリシア正教のようにメルキトギリシャ天礼カトリック教会はギリシア語とアラビア語を使用する。教会員は完全に民族アラブ人である。シリアのキリスト教徒の統計と教派ごとの分布に関して多くの矛盾する推定が時折見られた。以下の表は 最低数から最高数までシリアにおけるキリスト教諸教派ごとの分布の統計の推定を表している。シリアではキリスト教徒とイスラム教徒との間にいくつかの社会的相違がある。歴史を通じてシリアのキリスト教徒はイスラム教徒よりも都市化しており、その多くはアレッポ、ハマー、あるいはラタキアの中や周囲に暮らしており、そして比較的収入の低い集団に属している。 比例して、イスラム教徒よりも、キリスト教徒の方が、初等教育において高い水準にあり、そして彼らの多くが、ホワイトカラーの職業や専門職についている。シリアで、キリスト教徒の多い都市を示している地図キリスト教徒は、シリア中に広まっており、いくつかの県では多数派となっている。重要な地域は次の通りである。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である。 米国議会図書館各国研究の次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ lcweb2.loc.gov スラッシュ frt スラッシュ cs スラッシュ本文を含むありがとうございます。